お次は続いては B ブロック準決勝です。 B カップ違います。見えました、表です。お前はインチキ占い師か。裏だよ、これも表だ。これ表です。じゃあ俺に権利がある。もちろん俺はまさに俺はまさに全勝狙いか。ドリドリ雨宮セブンをゲット。前回乗ってないでしょ。乗ってないです ね、俺前回乗って、はい、これはもうオリドに乗ってほしいなっていうぐらい。 ありがとうございます。本当にその、うん、お心遣いを。いやだけど本当びっくりするよこれ、はい、楽しみです。僕もちょっとね乗ってみたいなと思って、ね、これびっくりする。道芸最強伝説のヒーロー対決となった激闘を制したのは孤高のロータリースポーツ RE アメミヤ RX7。 アマさんが最高のスポーツカーと絶賛する FD3S の完成型がこのマシン。魔王取りは必須条件だ。ドリドリがタイムアタック。まるで路面に吸い付いているかのようなコーナリング。ちょっと攻めすぎたか。それでも13秒台をマーク。ホンダの四方はS2000 だけじゃない。格上の RX8 を搭載したスーパーシビック、それがシーカー EG6。 VTEC スペシャリストの K-TEC が仕上げた珠玉の B18 と900キロ台の軽量ボディを武器に魔王取りに挑戦。 OK、 じゃあお願いします。この吹き上がり感は高回転型 NA ならでは。気持ちよさそう。ところが来ません。現場に駆けつけてみると、なんとウォームアップ区間でコースアウト。一体何が起こったのか。初めて落ちちゃったよ俺。いやハンドル切ったら曲がってそのまま反応なくそのまままっすぐ行っちゃった。いや全然大丈夫なんだけど。最後の最後にさ、とりあえずその要因がありそうならば見て、大丈夫そうならばバンパー外してできれば走らせたいと思います。車を引き上げてチェックしたところ問題はなし。ってことでバトルに参加。さらに軽くなっちゃいました。禁断の峠バトル、シーカー EG6 バーサス RE アメミヤ RX7。 頑張ります。このサイトは言わないでよ。セブンとシビックだいぶこうね車 の、 あのキャラクターが違うんですけど、まあ、馬力ももちろんね100馬力から200馬力違う、そんな中で軽量化というものを武器にねボーイズレーサー、シビックで頑張りたいと思います。これが結構ねあの EG がね速いんですよ。でバランスもいいしねエンジンが抜群に速い。まあでも有利といえば天さんちのセブンでしょう ね。ここは一つ一本で決めたいと思います。行ってきます。ちょっとねアンダーなんだよね。バトルはシーカーオリドが先行。強敵アメミヤセブンと対抗するため前回から大幅にサスペンションセッティングを変える冒険をしてきたシーカーだが、それが裏目か、いつものコーナリングが影を潜める。
全然曲がりません。これまで驚異的な速さを誇ったシーカーだが、これでは勝ち目なしと、その時、あああなんとブレーキングでロックしたまま一直線にコースアウト。セッティング変更が悪さをしたのか、ありえない挙動でホイダーどうすることもできず。何ですかねこれ。さあ準決勝は RE 雨宮対シーカーのイージーシップ。落ちたのはイージーシップ。落ちてます、落ちてます。ということでマイナス4が決勝戦はなんとアミューズ対アーリー雨宮に決定いたしました。リアル対決ですね。そうです、テンション下がってますね。いえいえ大丈夫ですか。はい、それでは行ってみたいと思います。